はい、皆さんこんにちは、シロです。よろしくお願いします。ということで、本日はですね、天魔の、10の魔ですね。はい、新 EX のアーキレットが出現すると言われている EX、 まあ完走した方はね、多分今その EX に取り憑かれてる方が多いんじゃないかなと思っていまして、私も天魔が終わった日からですね、ほぼ全てのゲームを投げ捨て EX 以外を何一つやっていない、はい、っていうレベルでやってます。ただ睡眠を削るとね、ちょっと前後ちょっと仕事もいっぱいあったので、あ、ダメだったんで、しっかり睡眠は取るって形でやってるんですけど、睡眠時間削らずに今87勝。ちょっと無理です、もう無理。これね、そろそろ楽しいとか EX のワクワクより苗が来るってレベルに難易度が高いです。まずね、この動画を出すか悩んだんですよ。まあ、そもそも天魔の10の魔にたどり着くのに、まあもちろん PS、 それ前提でキャラ結構乗り越えなきゃいけないハードルがすごい高くてですね、でキャラがいても難しいクエストになるので、その次に時間も必要になってきますよね。でこの3つのハードルを乗り越えて10にたどり着いて、で紋章力とかが余ってて、やっと周回ができるって状況になった人じゃないと、これを始められないんですよね。で始まってみたら、これマジ出ない。あ、これはね、俺今のところどういう確率で出るのかだったりとか、あとは、どういう風な条件で出るのかとか別に何も分かってないんですよね。はい、なんで、身内の中では、純粋に確率 1% とかなんじゃないかと。1%、まあ、3% はないだろうなと思ってますね。 1% の、その純確率を、この難易度の周回で引かなきゃいけないんじゃないかって言いながら話してますね。でまあね、編成を先にじゃ紹介しておこうか。やってるパーティーは基本僕マルチでやらせていただいてますので、見てオニキスの回数見れば分かるんだけど、基本僕はデビパンを持つことが多いです。オニキスこの回数だけど、僕デビパン持つことが多いんですよ。なのに対してオニキスがもう400回いってる。でもほぼ使ったことなかったんで、使ってみた以外では。で神殿も全部身移したから、神殿もやってないしっていうので、純粋に423回ってことは多分相当やってるね。俺がデビパン、他の3人が、オニキスオニキスオニキスっていうのが基本の周回なのに、ソロでやってる時だけでこの周回数いってるんで、まあ負けもでカウントされちゃうんでね、あと2体積みだからってのもあると思うけど、まあこれで大体やってる回数が分かると思う。デビパンが292だから、少なくとも負け勝ち合わせて292は絶対回ってるってことね。いやーでもね、やばいわ。で編成紹介、すいません。同盟劇、同撃で、これ同撃速は別にいらないんですよ、他の方がついてるんで。なんでまあ劇種過激速っていう新しく出た身だけついちゃったんだけど、はい。でこれが戦型用だね、戦型加盟劇と戦型過激速。ミン不足してるんでつけてないですね。あとまあ俺は自分ソロでやること少ないから。でデビパンが同撃速、同撃、激撃。これ激撃はオニキスのためについてる感じかな。でフレンドに平明照明って感じでやってます。まあ基本これ本来の4人でちゃんとやるって時は、9過激に平明照明のハート強化の力で周回してますと。はい、ってことで、これが紹介のパーティーでしたと。で基本アイテムはこの2つ絶対使ってます。はい、これを使いながら周回するって感じだね。はい、ってことで実際にその周回がどういう風にしているかっていうのをね、ソロで、本来はオニキス呼んでやることもいっぱいあるんですけど、まあ4人だとまだ最近はオニキス呼んだんだけど、オニキス呼んでやることもあるんだけど、まあ、今回デビパン入れた方がね、オニキス自陣で3体揃えなくて済むってことで、デビパンを入れた方の、構成紹介をしていこうかなと思います。はい、ってことで、デビパン構成で10の間をねやっていこうと思うんですけれども、まあね、注意するマップで言うと、群抜いてこのパーティーだと加工トンです。はい、オニキス4だと、注意するところそこまで多く、イシスかな、はい、注意するところ多いんですけど、デビパン構成の場合は、加工トンさえ乗り越えてしまえばかなり簡単な構成になってますね。オニキス4の場合は、結構全マップに難易度が散りばめられてるって感じで、デビパン構成の場合は加工トンに難易度がギュッと詰まった感じっていうイメージでいてください。で一個一個糸を紹介しながら、弾いていこうかなと思います。まあ、まず最初のマップはですね、上2体をコンテナ使って倒すんですけど、これデビパンがこれ友情で加速しちゃうんですよね。でこの加速が拾えなかった時が最高。なぜかっていうと、今みたいにこのなんかちょっとコンテナの側面に跳ね返ってきちゃったり、1匹目の鳥にぶつかった時に入れ板して下に返ってきちゃうってことが多かったりするんですよね。はい、なんで1手目のミスが出る可能性があるっていうのが、あるので、デビパンを3手目に置いてます。1手目が絶対に決まるっていうのはデビパン2手目に置いた方がいいんですけど、今回は1手目がミスできてしまう可能性があるっていうので、デビパンは3番手に置いてますね。で加速があるとね、ここ、ああよかった、これは大丈夫でしたね。これがね、なんか鳥に当たった時にね、カーンって跳ね返ったりするんですよね。
で、それがちょっと怖くて、デビパンを入れづらいっていう人がいるんですけど、まあ1マップ目なんでね、最悪ここで負けちゃったとしても全然 OK なんですよ。で、ここで注意点なんですけど、デビパンで突破したいんですよ。ただデビパンがこのヒヨコになっちゃうって状況だと、これ見ればわかるんですけど、コンテナの後これ殴りで、あ、これは今回倒せたんだけど、倒せないことがあったりするんだよね。うん、だこれだけ注意した方がいいかなってところ。そうすると次 4P が死に1で 1P、2P が止まり1段になっちゃうので、少しそこがね、安定性に欠けてしまうということが多いです。はい、で 4P 基本的にデビパン抜けるとこっから始まっちゃうことが多いんだけど、こいつはおとなしく倒してください。倒しちゃっていいっす。はい、こいつも倒しちゃう、抜けようとして他のやつの配置をずらしたりとか、あと変なところにまた入り込んじゃったりとかするのがちょっと危険なので、それを気をつけなきゃいけないってことね。はい、でここで気をつけなきゃいけないのが、基本的にオニキスの位置を全体的に離してあげる。縦間横間をひたすら続けていくんだけど、近くにいるとね、やっぱ混乱でね、横間した時にね、どんどんダメージ受けちゃうみたいなシーンがすごい増えてくるんだよね。だから基本的にこれはオニキス同士を離しながら縦間横間をしてあげるって感じだね。で結界はガン無視、はい、結界はガン無視してください。で状況によって、あれはね、混乱避けたりゲージ抜いたりで攻撃していくって感じですね。でなんで結界をガン無視するかっていうと、結界ってやっぱ壊すまでの回数があったりするじゃないですか。でその回数を、こなしてから攻撃しに行かなきゃいけない。この間に挟まった方が出るってのももちろん分かるんだけど、混乱事故とかを全て含めると、こういう風な立ち回りをした方が安定性があるかなと思ってます。はい、でデビパンを入れてる意味が、次のマップに全て詰め込まれているので、デビパンは必ずここで戻る。うん、でも攻撃しなくていい、戻ることだけを考える。はい、で、結界が出ちゃったんですけど、 4P のターンがね。だこういう時も結界結構硬いんですよ。なんでなるべく薄めで、最終的に縦で縦間になるみたいな、こんな感じだね、になるっていうルートをしっかり取ってあげるのが重要になります。でここ右の攻撃と下の攻撃、混乱と気弾なんだけど、これがだいたい注意狩りで4万とちょっと、4万500から4万1000ぐらいを見とけばいいかな。4万1000ここでヒットポイントがなかったらリダイアしてます本当にきついだからそこの安定性を上げるためにヒットポイントアイテムっていうのを使ってるっていうのはあるね。はい、あとはまあ残ったハートをできるだけ取んないとか、まあ、今回クリティカルがねこれで2回目かな出てるんで、安定して突破できてますけど、基本的にこの2番手のオニキスまでかかっちゃいますね。なんで次のマップがデビパンスタートになってあげるっていうのが理想の感じかもしれないね。これも倒した後暴れちゃうかもしれないんで、ゲージを一応抜きます。はい、ってな感じだね。でこのマップイシス、イシスは基本的に簡単なマップですかね。うん、アマテラス伊達よりはちょっと難しいですけど、アマテラス伊達の次、まあ、どんどん難しくなっていく感じかな。はい、でここのマップはデビパンスタートの場合はもうデビパン何も考えなくていいです。できたら右のザコとボスの間にはまるかもしれないって角度言ったけどがいい。今のところはね、あそこにはまったらなおいいって感じ。あ、これにはまれるような可能性があるような角度で打ってあげると、ここでヒットポイントのマウントが取れるって感じだね。はい、でこの後は弱点ザコを殴ってボスに移動させて殴るって感じで、この右の今2ってところがザコを全蘇生してくるんだ。だからなるべく早くザコの処理を行わないと攻撃のターンをねもらえないんですよね。こことか結構黄金角度なんで下にバーンって入れるんだけど、はい、でここはねオニキス呼んでやると、このザコの処理ってのとボスの削りっていうのをかなり素早くやらないと間に合わないんですよね。はい、なんで下に入るのとかカンカンだったりルート取りが得意ってなかったら、デビパン入れてあげた方が、安定度は増すと思う。でポイント2、ここは左側から入り込むより右側から入り込んだ方が弱点を早い段階から殴ってくれます。なんかねこれ膝にあると思うんだけど、左側から殴ってるとなんかね弱点がね殴れないところが多いんですよね。ただ右から殴ってると早い段階から弱点を殴ってくれるので、同じ条件でどっちも入りやすさが変わらないって条件なら右から入ってあげた方がいいと思います。ただ右がねこの子ガバガバなんでね、俺は苦手なんで左から行きますあ、これちょっと結局ミスっちゃった。まあでもこれデビパンはいるんでこのミスも許される。デビパンがいないとね、このねミスショットを2回やったら負けます。本当に結構きつい。デビパンがいないとそこがきついところかな。あ、これもすごい黄金位置なんでね、多分勝利できちゃうと思うんですけど、で基本ルートはこれだね。下の弱点を殴って右雑魚、左雑魚、上雑魚、このルートがねかなり難しい。でもそもそも2ターンかけて雑魚処理してねみたいなのが想定されて作られてるようなマップなんで、ね全然1ターンで雑魚処理しようと思わなくてもいいかもしれないですね。はい、でガバガバ具合はこんなもんですね。めちゃくちゃガバいんで、はい、
で、デビパンここね、別になっちゃってもいいっす。次のマップにそんな影響がないんで、なっちゃっていい。さっきも、デビパンが入っていると、このマップガチの鬼門です。はい。やらなきゃいけないことを順番に説明します。呂布を倒す。はい。で、エレメントポーションを沸かせる。で、エレメントポーションを金まで育てなきゃいけないんですよね。で、育つのは、今打つターン、倒したやつの1個前の手番のやつにのターンに育ちます。だからこのターンで倒せたらデビパンのターンで金になります。はい。ただ2点ミスが許される。はい。でまずとりあえず倒す。はい。これじゃあ逆にいいですね。2点ミスになるんで、でもデビパン出てくるんじゃないかなこれ。多分投下して吹っ飛ばしてくれるんで出てきましたね。はい。まあ、こうなったら最高ですね。おっとお前か。危ね。はい。で倒すときはまあ大体この角度が多いかな。ブロック外して。はい、それに反射して倒す。まあもしくは縦なんだけど、縦の時ね、初めてのターンだったりすると重力バリアもないからオニキスの加速要因を一つも取れなかったりすることがあるんだよね。だからそこは注意した方がいいかもしれないね。倒しきれない。でここ結構鬼門でございます。はい。ポーションを育てながらお化けを全部処理したいんだよ。うん。だから求められるルートとしてはこのパワーアップ君に触れて、触れた後にどっちかのテレポに入ってカンカンになるっていうのが理想のカンカンになる、あれになりますね。で基本的にもう俺の時はこんな感じで、もう2体両セット残ってる時は結構雑に打っちゃってもいいと思います。上のどっちかのポータルに入ってくれるだろうと信じて、で基本的にゲージ外しのがいいんだけど、今のはゲージね入れないと無理だったから入れちゃいましたけど、はい。で倒すの一旦遅れてしまったので、違いますねと、デビパンのターンじゃない、このターンで、育つのかな。はい。でここ金になった。でここで雑魚処理が全て終わってるってのがめちゃくちゃ理想なの。なんでかっていうと、この雑魚処理が全部終わってると加工との投下が解けてるんですね。はい。で即死が右下で5ターンなんだけど、こいつのターンで雑魚処理が全部終わってるって状況で、加工トンが出てきてるって状況だと、このポーションを取ったターンと次に動くターンっていうので、オニキスが2回分このポーションを使って動けるんですよね。だからこれがあるかないかで1手打てるオニキスの数が変わってくるので、めちゃくちゃに変わります。だから極力このあれですね、なるべくそのオニキス、この敵の即死が5ターンって段階までに加工トンがもう外に出てるってのが理想。ただそのターンがデビパンとかだったりすると、結局デビパンエレメントポーション取っても対光なんで意味ないんですよね。だからそこがねデビパンの邪魔なところですね。はい。でこっからが大事だね。はい。こっからがこのパワーアップ君に触れる、エレメントポーションを取って強化されてる、この条件を2つ満たしながら頭上に入り込む、めちゃくちゃ難しいです。はい。で本来のルートだとこうさ縦とかに引っ張って、あバーって行ってトンネル入って上にダダダって階段で登ってくってのが理想のコースになるんだけど、この場合デビパンが入ってるんでそれでも OK。 はい。ただしめちゃくちゃ難しい。でこの場合だと取れる角度っていうのが、上に入る取れる角度ってこれ、まずはい、赤っぽから入って下向きに赤っぽに入ると赤っぽから出てきて上の加工と入れるよね。ただこれパワーアップ君触れてないね。だから逆側を狙わなきゃいけないと、こうなるんだよね。パワーアップ君下壁、パワーアップ君下壁、加工トンの足で下壁、上壁、青ポータルに下向きに入る、で右から出てきて頭上、めちゃくちゃ難しいじゃないですか。まあ、慣れると結構決まったりするんですけど、それ以上にやっぱりね、有能なコースがいっぱいあります。まず一つ目の紹介、斜め、これですね。これが、パワーアップ君も触れて青ポータルに入った時、青パナエトンネルに入った時に、上のやつから出て斜めに入っていくっていうルートになるんですけど、これが一つ目。こっちの方が俺個人的には簡単かなと思ってます。だからこのルートでも反転してるのを利用して右下行ってパワーアップ君踏んで青トンネルに入るって感じね。こんな感じで頭上に入り込むって感じだね。ただこれね、ちょっと気をつけた方がいいのが、今のと全く同じそのルートの角度を取ったとしても、デビパンの加速を踏んじゃうと結構入らないことある。うん。なんでか知んないけど頭上に入ったのに弱点を取らないとかも結構あったりするんで、そこをマジで気をつけた方がいいですね。めちゃくちゃ気をつけた方がいい。本当に多い、それが。だからデビパンが邪魔ってのがこれが理由ですね。本当にこのマップに関してはデビパン邪魔、めちゃくちゃ邪魔です。ただ次まで行っちゃうとかなり有能になってくるんで、まあ、次まで行っても OK です。
はい、あ、すっげえいい位置にいるんで、2つ目紹介しますね。今のが純粋に斜めで角度を作って上のテレポから出て、頭上に入るっていうやり方だったんだけど、こっからのルートって結構いっぱいあって、まず1つ目がこれだとちょっと高い、この 1P の位置だと本当は超いいんだけど、まあルートのイメージだけ言うね。はい、これです。これはちょっと分かりづらい。このぐらいにパワーアップくんがいると思ってほしいんだけど、パワーアップくんの左側を跳ねる、左下角打ち、パワーアップくんに戻る、赤トンネルと青トンネルの間ぐらいにつく頭上に入るです。わかるかな。こう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 頭上みたいな感じ。パワーアップ角打ち、パワーアップ壁頭上っていうルートが結構簡単に取れる。あのね、なんで取れるかっていうと、これさ、面白いことに反転してると余計やりやすいんですよ。反転してるとこの角打ちした時って、この矢印の向いてる方向、打つのは反対の方向に打たれるじゃないですか。でも返ってくるのが向いてる方向なんですよ。だからこの頭上に入り込むっていう矢印の角度さえ作ってあげれば結構簡単に入るんですよね。だから黄金位置にいるときはそうで、その黄金位置の見分け方が、この下側のトンネル2つ、これがステージのど中央にあるんですよね、大体。だからこのラインと全く同じ横のラインにいる、今 1P、2P みたいな位置、この辺の位置だとそのルートがすっごい取りやすいなってイメージですね。はい、でこっからのルートはもう1個、これです。パワーアップくん、右のテレポトンネルを赤をギリギリ避ける頭上、これめっちゃむずい。これちなみにクッソむずいっす。ちょっと試しにやってみましょうか。これ多分入れ番しても倒すんで、あ、今のテレポトンネル入っちゃったパターンですね。ただこれのいいとこは、あ、入んないか。これのいいとこ、なんかね、狙うとね結構入るんですよね、適当に。多分角度がいいんでしょうね。あの角度を狙うって時の黄金角度になってて、いつの間にか暴れて入れ番しなかったら入るみたいなことが多いんで、今のも結構狙っていい角度になってくるのかなとも思いますね。はい、まあいろんなルートを見つけて今のところ突破しましたってなったら、こっからはもうデビパンが入ってるんで、めちゃくちゃ簡単です。ただ雑魚処理をしなきゃいけないんですよね。でなぜか雑魚の処理、雑魚が、3体に対して、得られるコンテナの数が2つ。ここはマジでね、意味わからんと思う。ここは本当意味わかんない。で結構位置が悪いんで、なんとかしたいんだけど、次のねキャラとのね相談がすごい重要になってくるので、次のキャラってさ、オニキスの 2P じゃないですか。でオニキスの 2P が倒しやすいやつって、まず左側だよね、左側の上の鳥だよね。で左側の下の鳥が少し難しいかなっていう感じなので、どちらかというとこいつは左側の下の鳥をね意識して弾いてあげたいかなと思っております。はい、なんで本来 SS は絶対に打ちたくないんだけど、まあ左下でいいかな。でここはマジで悩んだ方がいい、本当に難しいんで、この後ね、めちゃくちゃちゃんと悩んであげた方がいいですね。はい、決めました。これは、左2体を次のやつで倒します。なんで、右側の鳥だけ倒してあげようって感じだね。はい、はい、右側の鳥だけ倒して、ゲージも入れて、しっかり下の上のシールドもなるべく割るような感じでやりましたね。はい、で次のターンで、これがね、気をつけなきゃいけない点がここで結構あって、右側の鳥が1ターンスタート、左側の鳥が2ターンスタートなんだけど、前のマップをかなりスムーズにクリアしてると、ここでデビルズバンクインフェルノがあのエレメントポーションを持ったまま、入ってることがあるんですよね。でこの鳥の攻撃が反射レーザーを打ってくるんだけど、この反射レーザーがオニキスで食らっても1万以上食らうんですよ。それが光属性の弱点のデビパンが食らって、かつエレメントポーションで属性効果がアップしてたら平気で5、6万吹っ飛びます。折り返し食らったら即死レベル、本当に食らうんで、ここでデビパンがピカピカしてたらマジで気をつけて。はい、でもう一個気をつけなきゃいけないのがこれ反転。俺ここの反転何回ね、地獄見たか分かんないんで、マジで反転か反転じゃないかっていうのは気をつけて。めちゃくちゃ怖いから、ここ本当に怖いんで、ここの反転はマジで気をつけてください。はい、ってことで、雑魚の処理が終わったので、ここで攻めの、フェーズに入るんですけど、この攻めのフェーズがねなかなかに厄介で、芝の外側に触れた時にコンテナのチャージを1個消費する、で芝を貫通してる最中に弱点で2つ目を消費するっていうような形で弱点を殴っていくんだけど、で即死左上ね、で右側蘇生ね。はい、で重要なのが2個コンテナを取って貫通タイプになって弱点を切る。難しいこと言ってるでしょ、本当にむずいです、ここ本当にむずい。ただ黄金角度があって、これ俺が見つけたわけじゃないんで偉そうに言えないんですけど、これぐらいで打つと
結構決まります。あー、これはちょっとずれちゃいましたね。で、なんで今の角度で打つと決まりやすいかっていうと、これね、なんか知らないけど、この島の右からキャラが入った時ってなぜか知らないけど、その島の表面に当たる、その後弱点に1回当たるでここを完結するじゃないですか、ダメージが。なんだけど右側から入ると芝の表面に当たると同時に弱点も取ってくれるんだよね。だからこれ2個持って右から入るとほぼ確で決まる。いや、これ本当です。めちゃくちゃ決まります。なんでこれさっき言った方が分かったね。これ多分右から入るんですよ。見てて、ほら見ました。これ多分2個持ったかもしれないですけど、これなんかね、右から入る時だけやたらめったら弱点をしっかり取ってくれるんですよね。だからできれば角度を作るときに右側から入り込むっていうのを意識してあげる方が、うまくいきやすいかもしれない。なんでそれはマジでちゃんと覚えててください。めちゃくちゃ大事なんで、これ本当に右側から入ると、やりやすい。めちゃくちゃやりやすい。全然違う、はい。で、即死3ターンで蘇生されました。で、この蘇生が 1,2 体蘇生なんですよ。多分1体の時もあるんだけど、 1,2 体全体で 1,2 体ね。鳥が2体の時もあるし、鳥シールドの組み合わせもあるし、鳥1匹の可能性もあります。なんで1の時はね、ほとんどない、ほとんどないけど確かあった気がする。まあ基本的に2体蘇生されると思ってください。で、ここで鳥2匹の蘇生が選ばれたらもう地獄。本当に雑魚勝利、こっからまた2体やんのって感じなんで、俺これマジ蘇生いらなかったと思うわ。で、ここで、下される判断は、今 1P でしょ、次 2P じゃないですか。 2P の配置を見てあげて、で 3P のデビパンで決めなかったら即死だよね。で、ここで見てあげるのが大事なのが、まだ弱点効果アップ残ってるんですよ。これ雑魚処理のクロスドクロを発動させてから3ターンの間弱点効果が残るんですけど、まだこのオニキスのターンまでは弱点効果アップが残ってるんですよね。なんで誰で決めるか、この段階で考えてください。ここゴリ押ししてもいいんだよ。だから簡単に言うと、ここゴリ押しするか、こいつで雑魚処理ちゃんとやって 2P3P で決めるか、こいつゴリ押しして 2P で雑魚処理してデビパンで決めるかっていうのを、何択かあるんでね、それを選んでいくって感じで、俺基本的に押しちゃってますね。この段階まで来たらやっぱヒットポイントがもう結構削れてることが多いので、でもこれで削れるって判断したらガンガン削っていっちゃっていいかなと思います。で、次のマップの雑魚処理がかなり難しめになってるので、その難しい雑魚処理に対して配置がどうなってるかっていうのも、考慮の一つに入れていいかもしれないね。で、理想を言えば、本来ここオニキス SS 使わないで上側に着地するようなね、ルート取りして上側にオニキスを置いておきたいんですけど、今回はちょっとうまくいかずに上側に置くことができなかったんですけど、はい。ってことでこのマップがやってまいりました。理想は先ほど言った上からです。この 1P の上側にいるオニキスを見てほしいんですけど、こいつがボールを出しながらパック使ってボールを出しながら下に下がってくるっていうのが理想です。はい。で、この 1P のオニキスが仮に2段階目の SS っていうのが残ってたりしたら、パックいらないです、はい。2段階目 SS を使いながら下に降りてくるだけで、ボールが入れ番しなかったら、倒しきります。ってぐらい、ここの雑魚処理は意外と簡単と、はい。で、まあ、ここは次のね、デビルスパンクインフェルノまでに突破すればいいんで、気軽に削るってだけですね。はい、できれば左はまりたいなって感じ。そうね。で、これ今たまたまね、ボールがしっかり殴ってくれたんで、倒しちゃいましたけど、まあこれパックいらなかったパターンだよね、結局ね。はい。これはちょっとリスク高くて、いらないとか言っていらないですけど。はい。で、気をつけなきゃいけないのが、今のところですね。今のところ、ボールを、俺のオニキスの強化段階で、ボールを SS なしで当てると、だいたい半分ぐらい削れます。半分ぐらいですよ。平面があって半分ぐらいなんで。で、かつ友情がちょっと入ってるんだよね。なんで友情を出しながらボールを各自に1体ずつ当てて SS とかで殴るとかしてたら、意外と1段階目でもパックなしで突破できたりしますね。で、やっぱ無理に片方にボールはめて片方にカンカンみたいな考え方をしてると一生ここぐだり散らかしちゃうので、なるべくその横ってのを意識してあげて、降りてきてあげるといいんじゃないかなと思いますね、はい。で、ここあと簡単ですね。ボールをはめるだけで、基本的にゲージ外しましょうね。ここ外すとたまんねえかな、はい。たまにやっぱここハマってくれたりします。で、ここデビパン最強。マジで。ガチで最強。下のやつに対しては、属性効果アップがあったりするので、直殴りそこまで入らないんだけど、ボールを出して上にはまる。で、これ上のやつゴッサムなんだよね、多分ね。これゴッサムだと思うんで、ちっちゃいゴッサム。で、ゴッサム魔族です。はい。デビパンのキラー M が乗ってくるんだよね。
で、デビパンの2段階目整数ってのが芝でまあ基本使うことないので、だいたい溜まってんだよ、ここで。で、治ってあげたら、もうデビパン回したら勝ちだと思ってください。めちゃくちゃに削る。ここ、上にはまると。このキラーが相まってね。なんで、まあ、なるべくそのデビパンの SS があるっていうならそれで削ってあげた方がいいかなと思いますね。はい。で、まあ今か、サクサクやってますけど、基本的にここで意識しなきゃいけないのは、この上の数字だね。この上のゲージ攻撃あるじゃん。右上で言うと、この3ターンの数字になるんだけど、この3ターンの数字と、左側今1ターンでも死んでるんだけど、の数字が、ボスを2ターン加速。2ターンよ。2ターン。これがやばい。これ2回もらったら、まあほぼ負け確だと思ってください。はい。で、ボスサムにボールを当てれば、この攻撃は消えます。だから、無理にはまりに行こうはまりに行こうじゃなくて、とりあえずゴッサムにボール当てるかみたいな部分も OK だったりするので、なるべくねゴッサムにボールを当てつつ、攻撃をねなくしつつ、ここは立ち回っていってあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。これ試しに見てみます、次の加速。あ、死んじゃった。はい。で、もう一個気をつけなきゃいけないのが、これヒットポイントアイテム使ってる理由にもなってるんだけど、ここの、なんて言えばいいんだろうな、攻撃レーザー、ホーミングクロスレーザーなんだけど、このレーザーが鬼傷 2,3 体重複したら吹っ飛びます。はい。ここは正直運だと思う。あまりにも他にやることが多すぎて意識できないんで、まあ運なんじゃないかな。はい。で、これをクリアして、やっと一度抽選が受けれますと。はい。出ますかねと。出ませんよね。それはそうなんですよ。いやーきついっす、これ本当に。で、これをずっと繰り返してる感じかな。まあデビパン構成だとやっぱ負けちゃいやすいのがカコートン。まあカコートン個人的に得意なんで、あんまり負けることもないんですけど、それでもやっぱカコートンで負けは出てくる。芝で負けることはもうほとんどなくなったかな。うん、ほとんどなくなった。負けちゃうとやっぱカコートンと、あと芝突破した時にあまりにも上に挟まるやつが多すぎて SS もない状況でっていうので、短縮されて短縮されてっていうので、たまに負けちゃうって感じかな。うん。で、加工度のやらしいところはパックも使えないんですよね。パック使うと次攻撃アップ策が湧かなくて、結局延命した意味ないみたいな感じになっちゃうんで、うん、そこがやっぱ肝になってくるかなと思います。はい。ってな感じで、まあ、こんな感じで銃の間をね今ね周回しているんですけど、きついですね、マジで、きつい。本当にね、ながらができないんですよね。うん。あらやぐらいまでだったら、まあ、その出すために、ちょっとながらで周回しても別に負けないな、みたいな感じだったんですよ。まあ、最適のキャラがいればね。で、最適のキャラは今回、オニキス で、最後、身の話もしたいんだけど、過激はね、漏れるだけ持った方がいい。で、必須なのが、平明。平明は絶対。うん。照明は最悪なくてもいい。うん。平明は絶対です。絶対。なぜかっていうと、もう初マップからそう。平明がないと、よほどやばい強化してない限り、いや、よほどやばい強化しててもなのかな。対比とかついてたら対策できるかもしれないですけど、あのね、鳥がコンテナ持ってても鬼キスでワンパンじゃないんですよね。やばくないですか、言ってること。あのアマテラスの上にいた2体が、横上がりでバリア割って、コンテナ1個取って、1回殴る、倒せないんですよ。平明ないと。マジで意味わかんないと思った。やばいなと思いました。だからもうその超スピードじゃないとスピードもまあ稼げないじゃないですか。デビパン入れなきゃいけないでしょ。だからまあ超スピードも前提からの過激厳選前提で、平明も前提です。はい。っていうのが全部準備できてからやっと銃の間が周回できるんで、結構やばいってのだけ言っておきます。あの周回の、まあでも一つ今回の周回にあたっていいと思ったのが、適性がオニキスなことですね。うん。これがピリカだったらもうやめてます。はい。マジで本当に鬼強かったマジでよかった。まあ持ってないって人ももちろんいると思いますけど、なんか属性源とかさ、聖徳太子ピリカとかその辺に比べたらまだまだ持ってる人いっぱいいると思いますんで、マジで適正鬼キスよかったなって思った。で、他のキャラについてなんですけど、やめてください。もうやめてください。もう精神衛生上良くない。勝てますよ。うん。他のやつで魔法陣落ちのやつとか、まあいっぱいいるんですよ。まあ地雷ブロック、重力か。重力地雷ブロック。まあ飛行でもいいね。で、ブロックっていうのでパッて相当するといっぱいいるんですよ。なんかいけそうなやつっているんだけど、精神衛生上良くない。まあそもそも、光、火、水、キーはなし。光、闇。はい。じゃあまずこの条件になります。で、貫通はガチで無理。はい。絞られましたね。はい。だから、まあいけるとしたら、まあ、如意棒アンバーとかになってくるんですけど、やっぱ道中の貫通がやばいんですよ。これ貫通にしてるわ。はい。反射。
で、こうなるじゃないですか。で、まず、村記者。まあ、いけなくはないんですよ。うん。で、火力もまあ、ぼちぼち出すっていう感じなんですけど、睡眠弾の事故がやばいよねっていう話ですね。はい。で、闇属性なんで、村記者、すごいいいんですけど、まあ、それがダメですよねっていうので、切り捨てられます。じゃあ、光属性の光デビパンどうなのって話なんだけど、きつい。きついと思います。はい。まあ、肝心の火光トンを削るっていうのが闇属性じゃないといけないですよね。エレメントポーションでね。はい、で光に関しては貫通変化メーターを持ってるんですけど、オニキスより長いのでまあ使いづらいんじゃないかなとは思いますね。はい、まあ超スピードっていうのはね、オニキスと条件同じでいいと思うんだけど、火水キーマップは OK だけど、まあ難しいのが光マップなんだよね。うん、そこに対してやっぱ闇属性っていうのが欲しいんで、まあなしかな。うん、なしだと思うわ。オニキス2体しか持ってなくてデビパンがいないって人はワンチャン1本採用ありかなとは思ってるんですけど、うん、それでもなんか邪魔に感じることの方が多いんじゃないかなと思ってますね。ラスゲの雑魚処理とボス削りっていうのもデビパンはキラーガールからまあなんとかなってるけど、あとね加速でサポートとかね、うん、なんとかなってるけど、あとイシス楽にしてくれたりとかあるけど、光はちょっとねきついと思うなってので、もう他に適性がいないと思います。はい、でこの後見せようと思ったら貫通だね。尿意棒も同じ理由かな。うん、反射変化で反射が強いところっていうのでね、対応できるかもしれないですけど、うん、まあ活躍するのは芝ぐらいじゃないかなと思います。うん、芝ぐらい、うん、間違いなく芝ぐらいだね。まあ、矢印反転直せたところでっていうのもありますし、うん、状態上回復で混乱直せるっていうのも、まあ、別にメリットにならないと思いますし、うん、で明日の段階で8ターンエッセンスってのは溜まってないと思いますんでね、反射で伊達を削るっていうのもちょっと難しいし、あそこ弱点ないですからね。うん、ってのもあるから、まあ匂い棒を使ってる人はなんかいそうな気がしますけど、まあ俺はおすすめしない。まあそもそも魔法陣ないしね。はい。で、ブロック落ち。次、ブロック落ち。まあこれもね、ワンチャンあるんですよ。これ。ブロック落ちも一応ワンチャンある。これワンチャンあります。まあ磁気杯とか使ってる人たまに見かけたかな。はい。で、ブロックがないと何がやばいっていうと、まずアマテラス攻撃できない、次伊達、左右最初に配置されたところから抜け出せない、でイシスはまあなんとかなるかな。ブロックまあ結構いやらしい位置になるけど、雑魚処理のターンが回ってこないならなんとかなる。はい、なら OK で、進化コートンは全く文句ない。うん、でもう貫通なんでね、磁気配はね。まあ反射だったら、まあ、ブロック落ちでもなんとか戦えてるかなっていう感じはする。うん、ってのが加工とマップで、芝論外、芝マジでいらない。芝、うん、もブロックないと話にならないんで、一生雑魚処理してくださいって感じですね。はい。で、次、ラスゲ。ラスゲは真ん中の縦一直線の上側にある真ん中の3個黒いブロックがあると思うんだけど、あそこに行った瞬間に一生抜け出せないです。一生抜け出せない。うん、なんでそれを気をつけなきゃいけないっていうのと、まあブロック外し基本してるんで、ラスゲはそんなに邪魔にならないかもしれないね。うん、ただね、この磁気杯の号令とかが強いなと思ったのが、あの加工島のマップで多分あらかじめパワーアップ君に当てとけるかもしれないですね。ってのはちょっと試してみてもいいかなってのは思ったんですけど、まあ時間の無駄なんで結局今でも勝ててるからやってないんだけど、加工島がめちゃくちゃ苦手ってなったら、まあ号令で吹き飛ばして、もうなんかあらかじめパワーアップを取らせておくみたいなのもありかもしれないって感じだね。はい、ただその工程を金ポーションになってからやんなきゃいけないんで、金ポーション前にやっちゃうと倒した後に暴れ回ってるやつがすぐポーション取っちゃうとか、もうそもそも金ポーションになる前にこんな号令打ったら絶対取るよね。うん、ってのが難しいってところかな。はい、かな。まあだから他のキャラ待ちってのが俺個人的にはいいと思う、精神衛生上。うん、で、うん、もう結構苦しいと思うわ。キャラいなかったらそもそも苦しいと思うし、紋章なくても苦しい。さあいざスタートって言ったら難しすぎ、わらたになると思うんで。だってこれもう何十勝ってしててやっとこのレベルよ。うん、やっとレベルで、これでも負けれるシーンは何回かあったじゃないですか、サクサクに見えて。まあ、これちなみに撮ってて一発目なんですけど、俺勝てたことにびっくりしてるもん。うん、一発目このカメラ回して勝てたことにびっくりしてるレベルですね。はい、ということで、今回は10の間の周回構成っていうのを紹介してきましたけれども、まあでも僕のチャンネルで、ね、応援してくださってる皆様でもやっぱライブとか見てる感じ、キャラいなくて進めないって人がほとんどだと思うので、まだ関係ねえよって人がいっぱいいると思うんですよ。うん、ただでもその今の段階でアーキレットを求めて登ろうって思ってる人も少なからずいるわけで、まあ、10の間の周回の現状っていうのを早めに知らせておきたかった。うん、あんまりないじゃないですか、これひたすら回ってるって人も今いないし。
だからそのどういう状況でどういう風な今集会が行われているのかっていうのは分かんなかったり、 LINE とか詳しくね分かんない人ってのは結構いっぱいいると思うので、まあもう集会してるよって人は少しでも参考になれば幸いですし、まあ集会を目指してますよって人もこういう LINE があるよっていうのを先に知っておくっていう意味でね、この動画を撮らせていただきました。はい、ってことで最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。僕はこの後も EX 集会しますが、まあ集会してる方ね共に頑張りましょう。本当に頑張りましょう、この後もね。はい、ってことでよかったら最後にチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。次の動画はアーキレットになってることを祈ります。バイバイ。